はい、じゃあゲームイズピリウスです。はい、皆さんこんにちは、シロです。というわけでやっと来ましたね、シリウス重心化、満を持して、うん、いや結構ね、もうね使い込んだんですけど、うん、これフラパーの中でも結構やばいかもしれないですね。あ、マジ、うん、俺がやった感じ弁財天王も超える、うん、まあホーミングの発数がまあそもそもね、うん、12で貫通しないホーミングはダメ。あー、まあね、うん、こっちやっぱ貫通して調教ついてるんで、うん、貫通するかな、こっちは、うん、全然違うかなって思うね。やっぱ妖精キラー L 残してくれたの嬉しいっすね、うんうん、結構その妖精が多くてモンストって妖精は多い、うん、本当に最近あのピロさんが好きって言った初日の出、うん、あの辺も妖精っすよ。マジ、はい、だからあ、じゃあ無限回収できるやん、無限回収できるだって最近大きいと思ったのは、うん、あのやっぱフラパンアートってやっぱ初心者さんが増えんだよ。間違いない。進撃の巨人とか、うん、あのやっぱ来たりとか、まあ、今回いろんなキャラが重心化したと思うね、うん、それこそシリウスとか重心化したと思うんだけど、これ見てほしい、これやばいよ、これこれやばいっすよ、斬撃よ、このいや、一体よ本当に強い本当に強いこれ本当に強いな、これちょっと、まあでも、そうっすね。で、その初心者さんたちに朗報、パワタスキングとかも結構妖精なんですよ。あー、うん、あいつもじゃこれもう無限回収、無限回収できますね。はい、で、亀もやっぱサクサク、あ、うん、そう、自分亀いないからさ、絶対じゃあ絶対こいつ使おう、絶対待った方がいいっす。じゃあまずこのシリウス運極にするとこから始めた方がいいっすね。あ、マジか、うん、こいつ結構、いや確かにな、まともな運極になると思うんで、どんぐらいで運極できるかな、こいつ多分50万ぐらいですピックアップで50万ぐらいですね多分それさえすればこいつピックアップ来るよ、うん、こいつのピックアップ来ないかもしんないそう考えたらこいつのピックアップ来るよね、来るかもしんないですね、うん、まあでもまあ、ちょっともう真面目にいくとね、もう本当にでも、うん、強いっす、うん、対戦も大きいっすね。そうだよね、うん、M だから、うん、だって俺がカットしてるんで、本当にこいつに未来を感じてるのは、うん、やっぱあの反対一番でなんか妖精たちがいっぱい出てくるやつあったじゃないですか。あー、あったあったあった、うん、あれ来たんだっけ、一回ね、あれがでも反対地盤でも再生の塔だっけ、再生の塔ではないでも、ね、あれは再生の塔来ます、うん、日本版のやつだったらちょっと覚えないけど、うん、でもヨシュアとかね、はい、あのミカリとか手式で出てきたやつ、ね、来ます。そしたらやばいっすよ、無敵っすもん、本当に強いっす、強いの。でも SS ってないもん、打たないでいいっす、うん、ちょっとじゃあまた違う村雨、はいはい、こちらやってみましょう、うん、まあでも超 MVP もらったのは大きいっすね。普通にね、今そう加速して、うん、これ超スピードにできんのか。そうだから割とまあ妖精以外でもてかやばい、ちょっと進撃の巨人感あるぞこれ。てかこんなんで来たっけ、候補にいたっけこいつ、うん、いやでも本当に強いっすよね。いや強いね、うん、いやだいぶ強いっすね、強いね。これチケット集めやすいのもかなり大きいっすね。うん、イカサメまだ運極できてないわって人は絶対これで待っとく、早い、うん、とかやばそう、やばそう、ここヒットポイントめっちゃ低いっすからね、ここいいね。これ多分 SS ちょっとね、今回動画ではお見せできないと思います、うん、そうですね、うん、これはもしかしたら強すぎて、強すぎて、うん、これ妖精のとこ本当もうたまらないんじゃないですか、マジで。そうですね、いや強いな、いや強いですね、多分。まあでも最近のキャラだったらこのペース誰も足らないんじゃないかなこれ、まあでもシリーズやっぱ強いですね、うん、シリウス12ターンなんだけどな。ね、あ、12ターンだよね。そう、一番早い。そのぐらいのマジで早いですよ。バカ早いよこれ本当に。だってうまくいかないからね。そうだね。え、強っ。いつまで戦うの？だからなんか あと一見、あ、これ妖精キラー乗ってんだろうなと思うんですけど乗ってないですよ。乗ってないです。ちなみに、そうそうそう。乗ってないんですよ。はい。対戦あります。だから。だから本当に強いですよ。うん。超絶斬撃だって思うさ、超絶よ。レンブランド強いと思ってる人いるでしょ。
で今回はね、うん、リヴァイも超絶暗記ででしょ。そう完全に強い友情だから、これは普通に強い、本当に。いや、これやばいでしょ、どう考えても。やりすぎでしょ。しかもなんかあれなんだね、本当シリウスって斬撃メインなんだね。自分なんかそれ結構忘れてるけど、斬撃メインなんだなと思って、どっちも。あ、両方ですか。そう、あ、そうなんだそうなんだでもなんか完全に妖精キラー L のイメージしかないですね。あー、でも間違いない、うん、間違いないんだ、うん、で、なんか上修正でアンチブロックついたなっていう。え、確か、あ、そうか、うん、確かそうだったはず。そうだっけ。あれ、え、違うよ、多分もともとカミカの方がアンチブロックあって。そうだっけ。うん、え、進化の方だって妖精キラー L 重力から変わってないですよね。進化は変わってない。そうですね、カミカがあれって HB だけだったんだっけ、もともとついた気がするんだけどな、なんかで、で、ここもいけますよみたいなのが来てた気がする。え、そうだっけ。確か俺驚くぐらい興味ないっすよいや、驚くぐらい興味なかったのか。あれ違った、ごめん、違った、すみません。いや、俺も違った、すみません違った、すみません。うん、自分も、ま、ほぼ使ってないっすよね、まあね使っ…うん…あ、でも言うて使ったか、確かに村雨とかでは使ったかもしれない。なんていうの、いや、俺塩辛1000いってんじゃないかな。ちょっと言ってんよ、ごめん。でもこう見ると普通に強い。いや、強いっすよ、マジで強い、普通に。まあ、ギウとノンアルファと、まあ、エンジェリーディーバ、あと、まあ、テキーラ、ヒツガヤか、そのあたりを抜いたら強いっすね。うん、あとレビーもか。確かにレビーも一応あるけど、うん、まあ、超絶斬撃がやっぱ普通に強優勝なんで、うん、やべえ、こいつだけですよ、5000番台。ほんとだそれ遠目から見てもアイコンで一番弱そうだもんな。でもかつてない犬感出してきたよね。いや、そう、なんかそっちに言ったからさその女体化とかさ、擬人化とかいっぱいやってんだからさ、これ人にしてくれてもよかったんじゃないですか。え、なんで遊んでんの、だってそもそもフリスビーで妄想なめんかいお前。ほんとだ、それは確かに思ったんだよね、うん、まあなんか進化と神化のこれもなんか混ぜた。進化なんかね、神様、神様か、神様だったんですか、神様だっけこれって、うん、違うか、違うと思いますよ、普通に。多分これ星か、星なんだよね、ペットじゃない。あ、そうそうそう、そうだよね、星っす、これ。そうだね、アルビス、すいません、アルビスを間違えました。あ、はいはいはい完全にアルビス間違えたけど、そうだ、そうですね、エージェントっす、エージェントっすね。何がものすごい、確かにコロンと中黒両方使っちゃってさ、スピードやばいっすね。でも、うん、超スピードにしたら本当、相当やばいことになると思う。殴りできて、だって520から超スピードの超 AGB よ。え、これスピードって1番になったのかな。いや、1じゃないですね、520は。スピードどうなんだろう、何位になるんだ。いや、3位か、あ、そっか、もうあれもいるから。これ線形解放済みで見れるんだっけ、これ。あ、今あれか、520ってあれか、120の方だ。あ、そうそうそう、あ、じゃあ500ぐらい、500くらいだったら全然ですよ、ね、全然、うん、もうめっちゃいるから、500。4位か、そうね、確かに20だったら割と上の方。そう、525なんですよね、一番上が。525の520がいて、521もいたのか。521を忘れてたらしいんで、よかった、声出なくて。相変わらずギムレットすげえなと思う、うん、ギムレットすごい、これ、そう、なんかあの重心戦の前にさ、こういうのもちゃんとやってたのよ、うん、で、え、お前まだここにいんのかと、ギムレットお前まだここにいんのかと。いや、確かにびっくりした。俺1位レンブランとかなと思ってた、パッと開く前は。自分なんか家康のイメージあるんだよね、やっぱ。あ、家康も早いから。いや、まだいるってすげえな。うん、でベンザすごいっすよね、あと。でもベンザすごいね、うん、ベンザこんな早いの、マジか、やべえな。もう今知りましたね、これ、うん、これ見てなかったから。こいつなんかマジバランス型、なんか砲撃型とかの全部のイメージが。あ、わかる、砲撃のイメージもちょっとあるよね。そう、クソやな、いつも思う、うん、2.25 ホーミング出してるから超砲撃で優勝強いみたいになってる。ベンザ相手確か違和感しかないんだ、うん、なんでスピードの話になって、これシール使っていいですからね皆さんよろしくお願いします。シノのも早いんやな。シノも早いっすよ、早いんや、うん、なんで犬みんな早いんだよ。いや、でもすごいっすね。すごい、でも、うん、でも実スピードだったらこいつが1位じゃない。だ、超 AGB と超スピードにしたら、あ、ナナミか。あ、実質ってことね、うん、超 AGB、確かに超スピードやべえな。すごいっすよね、超 AGB、超スピード、うん、一番早い、一番早いっす、すごいっす。まあなんかあそことかでハマったりしそう、冒険戦とかで。そうですね、うん、
全部村雨しか出てこない、うん、村雨とパータースキングしか出てこないまあでも逆にどう村雨で使えたかとか教えてほしいですね、コメント欄とか。あー、それ知りたい、うん、知りたいですね。確かに今回ちょっと火と闇の村雨しか使ってないんで、うん、この村雨も使いましたっていうのもあるので、うん、はい、うん、というわけで、まあ、今回ちょっとね最強からシリーズ使ってまいりましたけれども、まあそこでも強かったとか、ここの妖精もねボクボクでしたとか、タスやばかったです、いろいろコメントありました、ぜひよろしくお願いします。いやでもまあフラパで来たのはビフンとびっくりしましたって言ったらちゃんとクリアします。びっくりしたよ今回もゲームでしょう5からお会いしましょう。ピューイズでした。失礼した。お会いしましょう。ありがとうございました。